目指せポケモンマスタージハーディータカシです。今日はボスゴドラを使うんだけど、イバンの実を持たせた頑丈ガムシャラメタルバースト型のボスゴドラを使っていこうと思ってて、でコンセプトとしてはメタルバーストで1匹相手を持っていって、で頑丈で一発耐えてからの、イバンの実ガムシャラでもう1匹持っていく、まあ実質 1.9 匹相手を破壊するという、コンセプトのボスゴドラで、あとモロハの頭突きを採用している理由はサンダーをガラル地方から追放するためです。行ってみましょう。はい、マッチングしました。豆腐さん対戦お願いします。ゼルネアス、ジーランスがおるな。ジーランスもステルスロック負けるからちょっとボスゴドラ注意なんだよな。で、あとはローブシンがウルガモス、ラティオスマンムかといったところなんだけど、いやこれステルスロックをむっちゃ巻かれそうだから、ボスゴドラ微妙だと思うんだよね。いやボスゴドラ生きて、これボスゴドラいないとゼルネきついんじゃない？ってことまで考えると、これは初手グラードン、リザードン、そしてボスゴドラお願いします。なかなか奇抜なファッションをしてる な、うん、なんかすげえ筋が通ってて好感が持てるよね。でこいつ冬だからね、基本的に打点がないんだよね。打点がないから、ただステルスロック持ちとかから来なくてよかったのは間違いね。でもって、ちょっと待って、これさラティオスに何にもできなくないか。全員揃いも揃ってじゃラティオスに仕事されると本当全員死んじゃうから、これ電磁波から行く。相手110族で俺の誰よりも早いと思ったんだけど、なんだこれは、トリックスカーフか、スカーフで広角レンズ、これはねしょうがないっすね。広角レンズ奪われたんで、でこれは、まあ、スカーフ奪われて、じゃあスカーフ押し付けられたけど、まだ相手の方が早いか。置き土産を打たれてしまっていく。まずいんじゃない、非常にまずいんじゃない。いやそういう感じなんだ。完全な起点作り型のラキオスだね、こういうやついるんだね。で多分この後ゼルネアスで安定してジオコントロールを積んでくるっていうパターンだろうな。いやこれでもボスゴドラ連れてきたの、これで相当功を奏する形になるぞ。ウルガモスなんでやねんって。あ、ウルガモスでガン積みしますよってことね。これさ、まあ、多分超マイじゃん。一回リザーに交換していいんじゃない、これ、いやーでも電磁波打つべきだったか。どうだろう。まあ、ギガドレインで初手からぶちかましてくる可能性もあるしね。まあ、超マイ積んでも電磁波巻かれたら意味ないみたいなところもあるからな。だからそれでも積んでくるのか。いやー、まあでも、これ、同速なんすよ。俺のリザードンと、相手のウルガモスで、ここはエアスラッシュ外したら終わるけど、まあここで外すようじゃもう自覚もクソもねえってもんよ。あら同速だったね。おいこれ有効急所だろ。で不一致の技で持ってかれねえといけねえんだ、気色悪いな。こうなるとこれはねボスゴドラからいきます。ボスゴドラからいく。俺はばっこりとボスゴドラからいって、でもうこいつを確定でしばく。でこれメタルバーストは読まれる可能性もあんだよな。いやでもまあメタルバーストでいいんじゃない、読まれたとて。炎の前、あ普通に殴ってくれた、ありがてえ。これは天候補正もあるから絶対頑丈圏内まで行って、で火傷だけ引かないでな、ほんまに大丈夫そう。メタルバーストで持っていく、さよなら。でさ、これ炎の体で火傷しなかったのもクッソでかくて、これ、頑丈じゃねえわ、イバンの実残ってっから、イバンの実でラストを相手の残り HP を1までぶっ刺していく役割が持てるマンムーなのかよ。なんでやねんって。これはわかんねえぞ。これわかんねえな。いや、これ、いや、アイアンヘッド打つけど、これ多分相手つぶてで終わるよな。さすがに氷のつぶてだと思うんだけど、そんなことない。いやだよね、そりゃそうだよな。いやーまあどうだ、相手タイプ一致でグラードンの抜群については来れるものの、どうなんだろうね。いや物理防御がクッソ高いから、だからつららばりぐらいだったら安定して耐えてはいくはずなんだよ。しかもスカーフがあるから俺が上取れるのも間違いね。でおそらく相手は気合のタスキを持っている、気合のタスキ持ちだから、だからここ弾劾打つ意味がないと思うんだけど、ヒートスタンプで確定2発が取れんのかもちょっといまいちわからん。ただもう外したらマジで終わるし、広角レンズも失ってくから、これはヒートスタンプを打つのが安定だと思うんだ。
さあどうか。いや全然強かった、尋常じゃない火力出た。あそうなんだ、あなんかまあ天候補正もかかってるしそんなもんか。あでつらら落としだったらこれ絶対耐える、絶対耐える。しかも先行で動いてるからひるみもない。でこの残り HP あればつぶて耐えるんじゃねえの。でヒートスタンプ確定で当たるんで命中不安技じゃねえ、つぶてで相手はかけるしかない。耐えろ、ばっこり耐えていく。でかすぎ、グラードンが強すぎ。もう激アツや、この試合激アツだった。いや楽しい試合だったな、うん、手に汗握る。最後まで目が離せない試合だったろ。目離すんじゃねえぞ。はい、マッチングしました。エレーシャさん対戦お願いします。ザシアン、ブラッキー、レイジューランドロス、カプレヒレ、原種ヤドランかな、じゃヤドキングか、なんでもいいや。であとはガラルヒヒダルマというところなんだけど、あーこれちょっとなんか難しいところで、まずガラルヒヒダルマが尋常じゃなく重いんだよ。ガラルヒヒダルマがもう信じられないぐらい重いから、ギルガルドとか連れていかないとなんかまずそうじゃない。これ先発ギルガルドにしよう。でボスゴドラで、まあ、相手のポケモン1匹はもう強制的に11交換させてもらうぞ。であとはまあグラードンかリザードンかといったところなんだけど、これレヒレこうなるとどうすんのっていうのもあるが、まあザシアンと対面で、まあ、1対1、1-1交換取れるリザードンになってくるか。さあお相手はやはりレヒレから来るか。俺のパーティーレヒレ重いから、まあまあ来て叱るべきだとは思うんだよな。でこれ俺のギルガルドが特殊化物理かまだ断定できてないから、相手初手瞑想とかはやりづらいはずなんだよ。でまあっていうことまで考えると、とりあえず俺シャドーボールからばっこりかましていいと思うんだよね。えカプレヒレってシャドーボール覚えるの、知らなかったんだけど。てかこれメガネじゃねえか、さすがに聞きすぎだろ。フィッチの、シャドーボールでこんなに入るもんかボケ。まあこれ逆にありがてえ、これさすがに返しのシャドーボールでこれ角位置取れるでしょ。こっちは1プラス特化プラス弱点保険だぞ。さよならカプレヒレ、なんでやねんって、なんでやねんって。影打ち打します、影打ち打ちます。さすがに、さすがに影打ち打つ。いやどうかなこれ、ランドとかいたらランドで透かしてくるムーブも全然考えられる。いや通った、でけえ、ここ通ったのマジででかい、本当にでかい。いやレヒレ突破できたのは本当にうまいぞ。いやこれはね正直初手の動きとしては俺に相当有利なように働いてると思う。いや相手ランドロスいたー、いやこれいたんだったらここで透かせばよかったと思うけど、ね、これ読み合いですね。俺がランドロスを読んで普通になんか攻撃する可能性も、てかまあギルガルドはキングシールドを読みやすいからね。でここなんだけど、まあ、これは陰打ちで殴る意味すらもうないと思うんだよね。俺これシャドーボールでいいと思う、シャドーボールでいい。ステルスロックとか撒いてくるんだったらシャドーボールでしばけるし、あ地震か、あ地震だったらメタルバーストでいいんじゃない。もう、もうメタルバーストでぶっ飛ばして、でラストザシアンだったらリザードンで絶対勝てるんで、ここボスゴドラでいい、ボスゴドラで問題ない。ボスゴドラ の使いやすいところは弱点がはっきりしてるんだよね。格闘 と、地面技が4倍弱点だから、まあ、いかに高い物理耐久を持ってるとはいえ問題ないと思ったんだけど、これはもしかしてなんか読んできました、お相手の方そのあたりを読まれたっぽいな。いやただここまで削っておけば、ここまで削っておけば、いやリザードンの火炎放射圏内に入ると思うんだよね。これはちょっと意図が分かりかねるな。これで研磨とかを積まれると、まあ、誠にまずいことになる、誠にまずいことになるから、だからこれ、いや研磨が本当負け筋なんだよな、マジな負け筋だ。アイアンヘッドでいこう、もうこれはもう殴りにかかった方がいい。強獣山、あ強獣山はね、俺これこの残り HP からだったら俺巨獣山耐えると思うんだけど、おら耐えてゆく、でかすぎ、くっそかてえ、くっそかてえな。いや相手インファイトないな、これインファイトあったら絶対インファでいいもんね。ここもガムシャラじゃん、ここガムシャラだよ、ガムシャラで削り取っていくぞ。おん
あら、相手、これ電光石火4分の1だから、多分電光石火打てない。持ってないのかな。ガムシャラがバッコリ入って、これで、あとはランドロスを、いや、さすがにあの残り HP のランドロスだったら、多分ね、あの火炎放射で持っていけると思う、リザードン。で、リザードンがスカーフ持ってっから、このザシアンよりも上から行動できるんで、これは、ただランドロスにリザの攻撃が一発耐えられたら、まあ、おそらく持ってるであろうあの岩なだれとか、あの岩石封じあたりの岩技で4倍弱点疲れてぶっ殺されるんで、この時点でスカーフバレしていく。これスカーフの時点でもう相手これ勝てないと悟るんじゃないかと思うんだけど、 あのランドロスが特防特化とか、まずないと思うんだ。いても物流系でしょ。ただ突撃直帰はなくはないんだよな。いやこれさすがにあの残り HP だったら俺持っていけると思うけどな。いや頼む、リザードンの火力信じる。天候補正はねえが、サンパワーもないが、それでもやってくれリザードン。いけ、なんでやねんて。いやーくそ、これも手に荒れせ握る試合だったな。いや、やりたいことはできた。しかもボスゴドラの耐久も見せられたが一歩及ばなかったな。お見事でした。はい、マッチングしました。モモモさん対戦お願いします。なんかもう気色悪いパーティーだな。エース版ゴリランダウラオス、上3匹が気色悪いんで、まあちょっと あとはテメラで勝手に想像してくれ。これは、まあ、グラードンの通りはある程度いいもののって感じなんだよな。初手多分まあオーロンゲから来るのかなというイメージはあるが、グラードンから行くか。一旦グラードンから行こう。オーロンゲのクソ気色悪い電磁波とかいうのに対しても耐性があるんでね。でリザードンは連れて行ってボスゴドラや。対戦お願いします。さてエースバーンから湧いてきちゃったね。エースバーンから湧いてきた。まあ、これ、まあ、タスキカウンター型とかじゃない限り、あの天候補正かかった命の弾火炎ボールとかでも多分耐えると思うんだよね。グラードンもう物理耐久終わってるから、もう尋常じゃなく硬いんで、まあこれ断崖でいいんじゃない。断崖の剣でいいと思うっすよ。トンボ帰りってことはこれはスカーフだな。多分スカーフだと思うっす。いや、あ、玉だ。あー、玉でトンボ帰りとか採用すんの。なんかちょっと不思議なエースバーンだった気がするけど、まあいいわ。んで、ウーラオス、マジ？これどっちなんだろう？水の方か。いやいや、水ウーラオスだったら、日照り状態のグラードン突破できないぜ。すんごい火力出たし。で、これは、で、エースバーンはリザードンのスカーフで上からしばけばいいし、ラスト1匹はボスゴドラでしばけばいいから、これ多分俺が勝ったと思うんだけど、大丈夫か。これ水流連打でしょ。これ水流連打ね。鉢巻きだったらこの残り HP からだったら分からん。ちょっと分からんけど、なんかもう全然効かないでしょ。全然効かないんだよ。で、こっち広角レンズ持ってるんで、まあ、断崖の剣の命中率も 90% 以上はあるということで、ウーラオスにもご退場いただこうか。じゃあな、気をつけて帰れよ。短い命だったな。で、まあさすがにここエースバーンが来てしまうと思うんだよね。てかエースバーンがさ、あのこだわり系のアイテムを持っているわけでもないのにトンボ帰りを採用してるのって面白いね。ってことは不意打ちがないのかな。こうなるとグラードンの役割はもうマジで十分。まあ相手のラストが無限ダイナだった時ちょっと怪しいっていうのはあるけど、怪しいな。確かに確かに怪しい。確かに怪しいぜ。怪しいから、どうするかな。これ、いやー、これはボスゴドラから出したいんだよね、できれば。いや、ボスゴドラから出したいな、これ。いや、そのこれ変にエースバーン突破して、で、リザ対面で無限ダイナになんか身代わりとか貼られてしまうとボスゴドラのいろんな技なんか無効化されるのすごいだるいから、だからこれメタルバーストでいいと思うんだよね。で、相手とも格闘技打ってくれねえかな。飛び膝蹴りあたりの、よっしゃ、でけー、でかすぎる、マジでありがたいぜ。思った通りに試合が展開していく。これは4倍弱点なんで、ボスゴドラの尋常じゃない物理耐久をもってしても、まあここまでは削れてしまって、でメタルバーストでエースバーンをベンチに送り返していく。いや、いいよ。で、多分相手無限ダイナだと思うんだよね。
だからここでがむしゃら決めといたら、スカーフリザードンの、まあ、大地の力なりなんなりで持っていける。いやうめえこれマジで。この戦い方決まったら気持ちいいな。こういう耐久型のクソ気色悪いポケモンを持ってくんだよな、イヴァンガムシャラで。で無限大な先制技を覚えないんで、これも 100% 決まる。身代わりとか貼ってきたらクソおもろいよな。俺で HP1 までなって身代わりが貼れませんってな。イヴァンの身がばっこりと絶望的に起動していってガムシャラが通っていく。もう耐久もクソも関係ないからねこれ。あ、メテオビームね。メテオビームってことはこいつパワフルハーブ型だから、だからスカーフじゃない確定なんで、俺のリザードンで上から焼いて勝ちや。いや楽しすぎる。めちゃめちゃ楽しい。めちゃくちゃ楽しいぜ。これはもう当ててもらって構わん。いやまあ危なかったね。リザードンの大地の力で無限大になって角位置取れないから、だから多分3パワーあってもきつかったんじゃないかなと思うんで、片や4倍弱点のメテオビームでリザードンって角位置だから、これこの順番で出していって正解だったと思う。いやおもろすぎるこの試合。このつえー、もうタイプ相性とかそういうの関係ないからね。これ相手の残り HP1 なんで、まあ、火炎放射で、あごめんごめん、俺大地の力って言ったけどネスタの大地だった。スカーフだから俺が上取って勝ちっす。対戦ありがとうございました。やりたいことが完璧にはまった。これな、これがやりてんだ。さあてなところで、ボスゴドラの恐怖を、皆さんにも紹介できたところでこんなところにしようかな。ボスゴドラの育成論努力値調整は概要欄に載せてるんでよかったら使ってみてください。毎日動画投稿してるんで対戦構築のアドバイスやチャンネル登録で応援してくれると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。